はい、どうもこんにちは、ぺんぺんです。今回もドラゴンボールやっていこうかなというふうに思います。で、今回なんですけども、アルティメットバトルで優勝したビルスデッキを紹介していこうかなというふうに思います。まあ、このデッキ面白いところがね、ウィスなんですけど、この1コスのコンボが1万のウィスが採用されているというところですかね。はい。で、あと、地下の大会は3積みで、4積みじゃないんだなーっていうところとかですかね。うん。かなり面白いテストです。で、私のプレイングがね、かなり赤下手なので、ちょっと、参考になるかっていうところあるんですけど、まあ、デッキリストだけはね、参考にしていただければなというふうな感じです。はい。それでは動画の方撮ってきたので見てください。どうぞ。はい、マッチングいたしました。相手は、17号ですね。はい。の相手が務まる時か、まあ、昨日も17号と当たって動画にはしたんですけど、今回も、17号でしたね。どれくらい強いか、ちょっと。で、私ね、ビルス、今回、アルティメットバトル優勝した方のデッキを使ってはいるんですけど、かなり下手くそなんですよね。まあ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 、他の、まあ、下手ですよ、私、プレイング。ですけども、これ、一番下手じゃないかなって思ってます。うん、このクリティカルを解くのがちょっとわからない。はい。教えてほしいっすね。で、かなりね、この相手も、ね、きつかったなっていうところあるんですけどね。これ、ちょっと亀仙人はね、使いませんでした、わざと。遊んでやるよ。うん。まあ、相手緑なんで亀仙人を取る択がないんですよ。なので、まあ置いといていいかなっていうところですね。で、ほんなら18号相方さんが出てくると、まあ亀仙人のね、1コスのやつはまあ地下の大会とか、あとは1コスのスペルについてね、やりたいなってところあるので、まあ今はそんな急いでね、やる必要ないかな。これカード取ったんだっけな。あ、取ったか。まあ早めの覚醒の方がいいのかな。どうなんですかね、これ。対戦相手によってさ、自分よくご飯使ってたんですけど、ビルスあまり覚醒するイメージなくて、ご飯とか緑の相手だったらね、どうなんですかね。で、3コスの16号が出てきましたね。はい、いいよ、僕。なかなか見慣れないカードをデッキに入れてらっしゃるんですけども、ちょっと勝手が分かってなかったんで、その相手のね、その3コスマかなりめんどくさいカードだったなっていうところです。はい。で、ここはもう顔面詰めました。なぜかというと、もう相手剛腕もしてないですし、マナブーストできてないんですよね。まあ、緑はマナブーストしなきゃいけないってところなので、まあ、そういったところで今有利になってるので、バン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 顔攻めて縛いていこうよというところです。はい。お楽しみはこれからだ。少しだけ本気を出すか。少しだけ本気を出すか。まあ、ここも顔面で相手ブロックしてこなかったですね。はい。まあ覚醒してもよかったかなっていうところもありますし、正直、うん、難しいラインではあった。はい。で、相手ベジータ出てきたんですよね。そう、ここね、ちょっとあんま馬ないよね、やっぱ自分で見てても。盤面結構守るイメージあるから、ビルスって対戦しててね、ちょっとごめんなさいね、ほんと下手くそで。まあ、ぜひコメントでね、下手くそじゃないよっていうコメント打ってください。まあ、ここは孫悟空さん出してって、はい。まあ、18号破壊していきましょう。まあ、2コス以下は出さないつもりなので、ここからは。破壊の総仕上げといこうか。まあ、ベジータは取られないでしょうというところですね。あ、ベジータではあまり、アタック4位しかなんないかなというところですね。はい。で、この16号強いですよね。3万の、ブロッカーになるとは思いませんでした。うん、ちょっと驚きました。はい。で、力の大会今引けたので出しちゃいます。で、ぶん殴ると。さあ、相手は、あ、力の大会使うんだね。3万にして殴る。まあ、相手にスパコン1枚使わせるみたいな感じだったんですけど、相手は通してきたっていうところですね。ダブルストライクの圏内には入りましたが、遊んでやるよ。はい、遊んでやるよ言うて。
まあ、ここはねダブルストライクで勝とうと思ってたんで取られたんですけど、ここで孫悟飯が出てきましたね。ちょっと予測してなかったですね。はい、さあ1コスのカードが来ました。まあこれちょっとマナに送っちゃいましたね。まあ、ぶっちゃけ今のカードは持っといてもよかったかなっていうところは正直ありますが、うん、まあ下手なところも出たかなと。はい、まずビルスでぶん殴ります。で相手はコンボ使ってくる。さあここはどうするのか。まあ殴りますね。で4万にして殴るというところですね。相手にスパコンと、コンボを使わせていく。まあ次のターンもしかするとね5コスの悟空と、ビッグバンアタックで取られてしまうかもしれないので、まあアタックしないとまずいってところですね。遊んでやるよ。はい、そして相手は盤面を取ってくる動きですね。あ、盤面を取ってくるというかドローか。はい、まあ、ただもうライフ1なのでね、あとは沈めればいいなっていうところでした。でここわざと食らったんですよ。なぜかというと、まあ身勝手の悟空いたのでそれで勝てるなっていう風なところだったんですけど、まさかね16号が2体出てくると思いませんでした。めちゃめちゃ熱いよねこいつ。すごくめんどくさかったな。まあ、3コスの悟空出してってで1枚破壊と、でウィス出してウィスの効果で下げてでヒット出してと、はい、でヒットを殴ることによって5000下げるのでね、まあ、ブロックされても大丈夫ですよというところですね。で相手ブロックしてこなかったので、まあ、ここは3万で殴りました。はい、まあ一番3万が嫌なラインなんでね。残念だったな。はい、残念だったな。いい、僕が行こう。はい、でビルスでぶん殴る。まあここも3万にして、殴っていきます。もうライフ1なんでバン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 プレッシャーかけた方がいいよね。はい、食らわせていく。残念だったな。でここは孫悟空でぶん殴っていく。で相手はブロックしてきましたね、やっと。はい、で盤面のベジータにコンボ使わせて守っていくと。まあ正直ねここ力の大会で守ってもよかったなーってところは正直ありました。あの乗っけてもね、守ってもじゃないわ、攻めてもよかったっすね。はい、でブロリーが爆弾と。まあただ手札には身勝手の悟空がいるので、まあ勝てるでしょうというところですね。はい、特にマナーはチャージせずで効果を使って、1万下げていきます。でクリリンさん出してって、はい、で孫悟空と、まあマイナス1万5000してしまって、悟空でね全突破していけば、まあ、6万でいく感じですね。6万でいって、こんなんじゃ朝の体操レベルだよ。かかってきなさい。はい、マッチング出しました。やってみます。やってみます。また緑っすね。あれどれくらい強いかちょっと興味が。緑ばっかだな。頑張ります。はい、頑張ってください。さあ。これもプレイングかなり下手だったような気がするんだよな。行くぞ。教えてほしいんだよな。なんかやっぱゴッド隊のビルスってうまいんだな。まあ慣れてるってところもあるんだろうな、戦い方が。マジでわかんねえ。てかこのデッキウィスがね1コスでその登場時効果のカードなので使い勝手が難しかったなっていうところは正直あるんですけどね。まあ、置くタイプのウィスじゃなかったんで、多分これコンボを考えて使ってんのかなってところあるんですよね。はい、まあここも殴っちゃいます。で力の大会引けたのでかいですね。
さ、相手はここで剛腕が持っているのかというところですけど、持ってなかったんですかね。か持ってたけどわざと使わなかったんだ。ここでこれどっちがいいんだろうね。まあ手札にベジータいなかったからかなのかな。ベジータいないからか。ただ4コスの悟空いますけどね。ぶっちゃけ難しいところっすよね、あの動きって。ベジータ引けなかったら意味ないっすからね。はい、まあここは力の大会、出してヒットでぶん殴って手札入れてってと、でバン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 顔詰めていきましょう。いいよ僕が行こう。そうっすね、ここも行っちゃいますね。これで落ちない。させない。させねえっすね。さあ、4コス溜まりました相手は。で5番と、まあこのターンは弱い動きしかないんでね相手は。で1万乗っけてきましたね。まあここちょっと守んないといけないってところあったので、はい、守りました。まあ覚醒することができなくなっちゃうんでね。うん、で特に相手は何も出さずにパスと。はい、でヒットからぶん殴って、さあ相手は特に何もせず、でヒット引ける。破壊の総仕上げといこうか。いいよ。でビルスでもぶん殴ると、はい、僕を怒らせたな。ごめんなさい、怒らせるつもりはなかった。これで落ちない。ここは4コスのご飯出すんじゃないかな。そうですね、4コスのご飯を出していきます。で4コスのご飯で顔面ぶん殴って鹿の大会乗っけますね。はい、もうゴリッゴリにいけますね。で相手はミーティアで耐えていくと、まあいいラインで使いましたね。はい、さあこっからですね。相手は5コスのご飯とかも出せるマナにはなってますね。あとは、17号18号とかもね。ただ相手攻撃してきたので孫悟空はないのかなっていうところではありましたけど、やっぱなくて孫悟飯出してきましたね。で盤面を取ってきたと。まあここはね守った方がいいので守ります。まあ手札がねかなり薄くなってしまってはいるんですけど、かなりっていうかもうやばいっすね。でヒット、これねヒット送るんですよね自分。多分もしかすると他のカードを戻すっていう択が良かったんかもしれないけどな、マナに送るのが。まあコンボのこと考えてね。ちょ、ただ無理でしたね。そこを考えることは。まあ3コスの悟空がね、今みたいにダブってたらな、それそっち出しますけど。はい、まあここは3万の方を出しました。まあなぜかというと次のターン出てくるとしたら17号18号とか出てくるかなというところあったので、まあ3コスよりか4コス出して、まあ次のターン1マナ貯めてしまえば3コス3コスの連打もかますことができるので、まあそういった感じでね、やったというところですね。はい、で相手は3万5000にしてヒットを取ってくると、ここ身勝手の悟空が取られたらかなりめんどくさかったんでね、ビッグバンアタック本当やめてほしいなっていうところだったんですけど、特になくてですね、いい感じですね。で特にマナは送らずに、
で、孫悟空出していく。はい。いいよ、僕が。で、顔面をしばくと。で、芯引けたのはでかいですね、スパコン。相手1枚。これで落ちない。はい。で、3万でもぶん殴る。スパコンで耐えてくる。まあ、2万5千で、ぶん殴って、はい。もうガン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 いっちゃいます。で、相手スパコンまだ持ってましたね。で、クリリン。で、ぶん殴ると。さあ、ここは通るのか。通ってくれましたね。これ守られてたらかなりやばかったっすね。次のターンはまあブロリー見えてたんで、はい。でブロリーで盤面をお掃除しながら行くんでしょうね。めんこいっすね。はい。さあ、孫悟飯出して、相手は、ターン終了かな？はい、ターン終了ですね。で、力の大会もいらないので、力の大会を送っていく。で、マイナスかけて、コンボには使わせないと。で、まずぶん殴ると。はい、相手はコンボ使いましたね。さあ、ここ、結構勝負に行く感じですね。5コスの孫悟空出してマイナス2万で、このターンで終わらせなきゃいけないので、まあほとんどね。はい、そしたらね、コンボじゃなくてゼロコンボだったんですよね。これが本当に許せなかった。で5000乗っけて1万6万ですね。全然相手の手札で耐えられるってところだと思ったんですけど、何もなかったんですかね。ジジです。